中島ありさ29歳生誕記念のイベント開始させていただきたいと思います。はい、20代最後の1年悔いのないよう頑張っていきたいと思いますので、皆さん今日は気合い入れて飲みましょう。はい、乾杯乾杯。一切こんなの乗り越えるのを楽しんで、無駄気を押最後は勝つ。声小さくないですか？いや、超小さい。成長者だ。声が指示によって動くっていうので、はい、いや気合いが入るかなと思って体感荒れてないな、みがすごかったんですよ、本当に。つっか本当に最後怒ってて、こんなつもりで来てないみたいな。さよなら。めっちゃ元気。え、終わりですか？あ、これは昨日台のやつじゃん。昨日知ってまやりに行ったら、これ私鹿野さんなんですよ。鹿野さん。マジ X。はい、もう最初からゴルフ屋さんに一試合をしようと決めていたので、で、私念をすごいずっと送ってたので、それが意味わかんないですか？念を送ってたんで気づいてると思ったんですよ、もう。はい、じゃあなんか全然知りませんけどみたいな顔されて、なんかお前みたいな、まあ、普通そうだと思うんです。じゃあ私はだからもう行ってると思ってたので、わかんない、行ってあ、OK みたいなオッケー、ローラーローラーオッケーみたいな感じだと思ったら、え、何みたいな、え、何じゃなくてみたいな。まあでも、とにかく念は届いてなかったっていう話なんですけど、はい、まあでも X、お医者さんで、まあでもなんか謎に、私はやりたいって言ってるのに、とりあえず私の試合を見ろって言われたので、はい、行くことにしました。7月15日おあのピュア J の後楽園ホールに、はい。いや、プロデュースってことは、X に、そういうことさ、はい、いや、そうですけど、Twitter にも書いたんだけどさ、このさ、責任を取るつもりがあるのかっていう話ですよ、やっぱ、みんな、やっぱり、その、やめてきたところと、こうそのそこの扉が開かれる始まりの時ですから、はい、どうなるんだろうってやっぱドキドキしてる人もいれば、ふざけんなって思う人もいるだろうし、やれやれって思う人もいるだろうし、そこに初めの扉を開けた人なんだから、いろんなものがつきまとるわけですよ、はいはい、だそこの覚悟があるのか。いや、心の責任は取りますよ。心の責任は取る。だから本音しか言わないアリサは、うん、でも外では真逆のことを言うからなんか心配。あとなんかこう愚痴とかも言わないけど、アリサが私に愚痴った時は本当にヤバい時なのだと思って、これいいとこじゃないね。いいとこじゃない。でも素直です、すごく素直。じゃあちょっと今日はあのグッズを今日特製の写真パネル1点、全て1点もののものが10点あるんですね。あとまあポートレートは数あるんですけど、はい、パネルが、すごいそこもいい。イエーイ。写真写りがすごく。え、何それ。いい。写真写りがいいですよね。実物と全然。ポ
写真写りが皆さん褒めてるよね。はい、褒めてる。写真写りいい、いいです。じゃあ、いいです。じゃあ、あの顔して、あの顔いいすごい、あの特技がスタンプの顔真似っていう特技が、それがフォトブックに載るので、絶対見てください。俺がどっちなんですか。有名なの。有名、有名。プロレス本当にやって10年ぐらいなんですけど、なんか今こそなんか自分をもっともっと伸ばして、あの戦っていきたいなっていうのをすごく思ってて、あのそうですね、いろんな周りのこととかいろんなものにとらわれずに自分自身の戦いっていうものをここからしていきたいなってすごく思っているので、あのもう結構なんですか、上の年代になってきましたけど、まだまだ新人みたいな気持ちなので、常に私はあの新たにまたここから戦いを見ていってほしいなと思っています。はい、はい、皆さん、はい、本当に飽きさせないと思うので、私一生懸命頑張っていくので、皆さん応援に来てください。ありじゃん、それ。俺持ってるのに誰か分かんない。高野さんに後から入るんだけど、私が全部私が名前を書いてこうなんだけど、それでも全然分かんない。これは何、これはこいつじゃないの。あ、山下里奈。全然分かんない。全然分かんない。山下って何だ。全然分かんない。でも山下難しいかも。やばい。使う人いました。